ことは世界に深い影響を与えるだろうと述べている。ロシアに対する制裁の話も純粋に威勢のいい話だ。だからこそドイツのロバーティ・ハーベック経済相は、自国はロシアの石油なしではやっていけないと言い、供給不足はドイツの社会的結束を脅かす可能性があると警告しているのである。ロシア人が何を考えているかを理解するには、彼らの大統領アバターであるロシクが2021年にダボダボのギャングたちに語ったことを振り返ってみると良いだろう。彼はシステム的な社会経済問題を無視することは危険な幻想であると警告した。また現代のテクノロジー大手は事実上国家と競合していると指摘し、グローバルビジネスが法的な民主主義制度にとって変わり、人々が自分で決めるという自然権を本質的に簒奪、制限しようとしていることを阻止しなければならないと述べた。ハザール・アン・エムフィア企業のファシストに対する宣戦布告とも言える発言で、世界は100万人にしか利益をもたらさないような経済を作り続けることはできない、我々は今事実を述べることから行動に移さなければならないと締めくくった。ロシア連邦保安局は現在、戦後のブレトンウッズ体制を地球の人々のために実際に機能するものに置き換える方法について白竜会と直接交渉している。 M、 彼らは全てを知っている。申し訳ありません。 JHW ビッシュ、新世界七霊の指導者 JHW ビッシュ大統領は、新世界七霊の指導者であり裏切り者であり、生前は軍部の情報提供者となっていた。ビッシュ大統領の葬儀で、オービーマ、ウメユ、クリキントン、ペンイエスが封筒を渡された。封筒の中のカードには、JHW ビッシュのサインがあり、彼らは全てを知っている。申し訳ない、と書かれていた。カードには数字、鍵キヌが記されていた。その後、軍、ホワイトハット、ヒが政治エリートに連絡した。彼らはその番号を使って、カバルディープステート政権のあらゆる残虐行為に関する情報を保管している安全な、各種ファイルデータベースに入るように言われたのです。これには、バカチーン、国の連、NA の2の一例売り例とま89取引、911の内部犯行、ジョン・キューパパ・アンサレー、C の IA、F の BI、ロック F、ロスチャ、米国政治家の退却事件への関与、オービーマと彼のビン・アールディン偽サレー外、オービーマとムカレーウィ・ RS の関係、おこぎ性から人間の造形売買、主要国で作られる劇色革命に関する情報が含まれます。ファイルには、ビデオ、証拠品、封印された起訴状もたくさんあった。軍用インテルは封筒を受け取った全ての個人からコンピューターデータ、電話、テキスト、電子メールを収集していた。N、ドネツク人民共和国のデニス・ピーシリン首相は、3月6日、日曜日に緊急記者会見を行った。急遽放棄されたウクラーの軍事基地でノートパソコンが発見され、NA の2に登録された。近年、無人機を使ってドンバスやクリミア上空で行われたコメリカの偵察飛行のデータが含まれている、公式に確認済み。つまり、コメリカはウクラー軍にデータを渡し、彼らを支援したのです。このデータを使って作成された地図には、ロシアとドンバスの軍事戦略目標が記されていた。ノートパソコンで3月8日、火曜日からの攻撃が計画されていた。もしそれが本当なら、NA の2はウクラーがドンバスとクリミアを武力で奪還することを支持している証拠です。おお、必見の動画。We the People News、3月7日更新。GCR アップデート、召喚リリース、ウクラーのネオナチ政権がオコを訓練、ロシプーがハザー RM フィア、バイ霊兵器研究所、オコの一例売り例を浄化などなど。https P マスター10テストは荒れ狂う。私たちはみんな人生の中で突然の嵐を経験しています。そのうちのいくつかは
ガリラヤ湖の嵐のように一時的なものですが、激しく、恐ろしく、破壊的なものになる可能性があります。個人として、家族として、地域社会として、国家として、私たちは突然のスコールが起こり、主よ、あなたは私たちが滅びるのを気になさらないのですか？と尋ねたことがあります。そして、嵐の後の静けさの中で、なぜあなた方はそんなに恐れるのかといつも聞かされているのです。どうして信仰がないのかと。この美しい歌の作詞者であるメアリー・アン・ビー・イカーは、両親と兄弟の多悲にまつわる困難な試練の後、私はこの神の摂理に邪悪な反抗心を抱いたと語っています。神様は私や私のことを気にかけてくれないと心の中で言っていました。しかし、主イエスのお声は、私の聖化されていない心の中の大空を沈め、深い信仰とより完全な信頼のある静けさへと導いてくれました。と述べています。以下、いつも通りなので割愛します。